すごくかっこいいですね、うん、触った感じも肉厚な感じとふんわりした感じと、アクセサリーなんですけど、これかね、はい、これちょっとわかるかな、ここに空洞みたいのがあるんですよ。海洋ゴミのプラスチックが原材料となっています、うん、明日天気になれ。あ、もう待ってます。はい、お疲れ様です。本日はアップさんの展示会に来ております。よし、11月の中旬に展示会やるってかなり珍しいので、一体どんなものがあるのか、すごく楽しみです。行きましょう。はい、行きます。階段が登っていくと展示会の会場があるようなので、うん、はい、入り口の方からアロマ系のものだとか、ランチグッズだとかが並んでおります。もう来年の夏の、そうですね、はい、季節的には。あ、マグネットさん、そうですね、これギフトショーで見てぜひ年末に入れてほしいなって、ね、そうですね。なんだっけこれ、なんちゅう名前だっけ、DIY トラップ、ね、あ、 DIY トラップね。これめちゃめちゃいいですよね。ね、そんな高くないんだよね、この大きさでもね。そうですね、はい、で、はい、中をまず全体的なところを少しだけ、そうですね、こんな感じで展開されております。素敵空間が、はい、かなり素敵ですね。広がっておりますよ。で、入り口入りますと、うん、靴下並んでますね、うん、これが、デビーさんかな、そう、靴下で、うん、まあ、柄が特徴的なもので1600円ぐらいって感じで、はい、ちょっと高く思うかもしれないんですが、はい、柄が素晴らしいなと思います、はい、これからこっちの方だと指定販売さんですね。あ、もう来年の、そうですね、春夏向けの SS 雑材のものがあります、はい、それから、はい、靴下、はい、これすごく気になってまして、ですね、はい、メイドインジャパンの、はい、奈良県の早期さんっていうメーカーさんが作ってらっしゃるんですけど、はい、このワッフルのやつを、多分これね、ちょっと近めで撮っときたい、はい、すごく触った感じも肉厚な感じとふんわりした感じと、この伸縮性もすごく良さそうな感じなん でこの辺だと1000円とかなんで、お手頃感があるんじゃないかなって、見かけもめちゃめちゃいいですし、うん、いいですね、ぜひやりたいですね、はい、はい、あと入っていきますと、はい、この辺ですね、うん、もうすごくかっこいいですね、うん、いろんな提案がされております、はい、こっちの方からいきますと、お、多分これ亀山さんのやつですね。あ、そうだ、うん、オイルランタンなんで、はい、サウナで使うように、あ、いいですね、はい、それからこうラプスの食器があったりだとか、はい、まあ、こういった、ね、ランタンだとかも貼って、でちょっと気になるのが、はい、このキャンプ組合員って書いてある、一番最初に食いついたと、はい、のれんがあって、はい、その他にちょっと素敵なものがいろいろあるんですが、うん、これについて語っちゃうと、うん、ちょっと延々と喋ってしまうので、はい、これまた別に紹介したいなと思います。単独で。そうですね、はい、こういったね、ディスプレイがやっぱ素晴らしいですよね。そうですね、はい、こうやってできたらいいなっていう、まあ、見本みたいな感じですね。そうですね、はい、この辺りに来るとまたキッチン関係のものとか、はい、そういったものが並んでおります。で、これはちょっと気になったとこ、そうじゃ、この辺はお店でもこう入れてたやつなんですが、うん、はい、なんか新しい色が出てたりだとか、うんうん、あとはこれはサンドイッチボックスってことなんで、はい、2つってですね、お弁当箱といいますか、はい、こんな感じで、うん、ちょっと、ね、2、うん、取った方取って、うん、そうですね、ここまで、まあ、ちっちゃくなるよと、そうですね、うん、こういう、そうですね、ものがあったり、これね、はい、電子レンジも食洗機も OK なんですね。あ、それすごいありがたいですね。あとこのカトラリーのセットだとかも、あ、まあ、アウトドアにもキャンプでしょ、提案できるやつですね。はい、そんなことばっかり言ってますが、何かっていうとキャンプでしょ、はい、こうやってまとめて提案するといいかもしれないですね、はい、これなんですか、これ、いろいろ、はい、このいうようなポップがこの展示会ではちょっと、はい、ありまして、はい、まあ、それごとにちょっとご紹介していきたいなと思うんですけど、はい、やっぱテーマが設けられてる、そうですね、非常に参考になりますね。 SDGs ですね。そうですね、はい、いいですよね、うん、はい、それからそれから、陶器だとかいろんなものが並んでおりまして、刈田さんのものだとかもすごくいいですね。ああ、で、すごくいいと思ったのが、はい、はい、これです。
要は分かりやすい、はい、エコバッグなんですけど、うん、このチェックからドーンってやると、うん、遠目から見てもこれはもうアラジンか借りたかっていう、はい、そうですね、はい、なのでぜひあのやったらアイキャッチにいいですよね。いいですね、はい、次の商品並んでるんですが、はい、この辺り面白いなと、うん、ハリオさんっていうメーカーさんの商品なんですが、はいはい、ビーカーとかみたいな感じの形、うん、これもあれですよね、こう薬品を入れるような形のもので作られてる、はいはい、面白い遊び心だなっていうところですね、はい、でそのハリオさんで、はい、これアクセサリーなんですけど、取れるかね、はい、これちょっと分かるかな、ここに空洞みたいのがあるんですよ、うんうん、はい、ここにこのスポイトでなんとアロマオイルが入れれると、うん、入れれると、うん、すごいですよ、新しいですよね、新しい、はい、これ映せるかな、スポイトの穴といいますか、映ってればいいんですか、うん、難しいかな、要するにものすごくちっちゃい、そうですね、グラス花瓶まあ花瓶といえば花瓶なんでしょうね、はい、のシリーズがあって、はい、逆さにしたらこぼれる、そうですねまあ逆さにならないから、あ、確かに、ね、はい、なんでこれやるとしたらアクセサリーコーナーじゃなくて、はい、アロマオイルのコーナーでやったら色分かりするかなと思いますね、はい、あとはベック、あ、これすごくいいなと思いました、今までの形っていうかちょっとうちでは取り扱ってない形だと思うんですが、はい、ボックスとかもこんな感じのボックスに3個入りで入ってたりするので、あ、ギフトにやりやすい、めちゃめちゃいいですよね、うん、うん、これはすごいいいですね、フックはすごくちっちゃい、はい、こっちもそのスターの形、あ、これもいいですね、いいですね、これもいいな、おしゃれ、いいですね、アイテムとしてもいいものですけど、はい、ちょっとインテリアっぽくも使える、並べといたらめちゃめちゃ可愛いと思います、きっと可愛い、はい、それからですね、それからはい、あ、ここにも海の豊かさを守ろうというところがあるんですが、このテーマに合う商品としてこちら、うんうん、はい、これなんと海洋ゴミのプラスチックが原材料と、うん、なっています、はい、でポイントとしては、うん、まあ、ゴミではあるんですけれども、はい、色がね、いろいろあるんですよ、うんうん、もう一回言って、色がね、いろいろあるんですよ、めっちゃドヤ顔、はい怖い、はい、色が、まあ、いいか編集で何でしょう、はい、まあ、これもね、あの SDGs とかその辺のテーマに沿った商品で、はい、うん、いいっすよね、見かけもすごく面白いですし、はい、はい、この辺りに来ると、はい、これも、はい、SDGs とか環境にですね、はい、洗剤、意識したものっていうことで、はい、洗剤もいろいろ種類があって、はい、食器、うん、トイレ、はい、床、はい、何でしたっけ、なんだっけ、忘れました、トイレトイレ2回出てきたから、食器、お風呂、あ、お風呂、お風呂ですかね、はい、あ、違う、洗濯、そんな感じです。もうやばいな。で、この辺も新しくあのラップさんでも展開されたメーカーさんということで、はい、いろいろあの地球環境に優しいものだとかが揃ってるみたいなんで、はい、まあ、パッケージとかですね、はい、すごくかっこいいので、かっこいいですね、はい、結構なんか知ってる人は知ってるってねって言ってましたけど、全然知らなくて、全然知らないって思っちゃったんですが、はい、はい、ですね、はい、であのここら辺ですね、はい、もしかしたらあの動画では初かもしれないですけど、ああ、ちょっと広く広くて、はい、広がってました、はい、ちょっとびっくりしました、はい、OK、はい、奥行きましょう、はい、ちょっと奥の方に来るとですね、はい、このシリーズの名前見たことがある人が多いんじゃないかなと思います、うんうん、モックですね、はい、コンテックスさんです、はい、近藤繊維なんですね、はい、の靴下、うん、でもちろん日本製なんですよね、はい、でこのシリーズだと白タオルっていう、こうサブタイトルみたいなのがつけられてて、メッケっていうかなっていう、はい、ブランド名というかロゴがついています。ほんと触った感じもお、なんか伸縮性とかふんわりした感じとかもすごいいいなと
で冒頭の方にも、あのメイドインジャパンの靴下を紹介しましたけど、はい、いい靴下ちょっとちゃんと揃えてみたら面白いんじゃないかなって。そうですね、はい、思いました。はい、でいろいろこう、うん、見てきて、はい、本当に参考になるものがたくさんありました。はい、で結構この時期にしてはの展示会って本当に珍しいんですけど、はい、まあ、ライハルとかも含めて、はい、すごく参考になる。ディスプレイとかもやっぱりそうですし、あとまとめ方もそうですし、あとテーマの持たせ方っていうのもすごく参考になったので、これはお店で展開するときも仕入れをするときも関連性を持たせるっていうところで言うとすごく意義のあるというか、すごく参考にさせていただける展示会なのではないかなというふうに思いました。はい、はい、よろしくお願いします。はい。